北朝鮮の安保理決議を違反した偵察衛星の発射により、国際社会の批判が高まっています。5月27日午後10時44分、北朝鮮が西海衛星発射場で偵察衛星の発射を試みましたが、空中で爆発し発射に失敗しました。これに対し、アメリカをはじめとする複数の国が強く反発しています。アメリカ国務省は、北朝鮮のこのような試みは朝鮮半島の繁栄と安定を妨げ、孤立を深めるだけであると強調し、全ての国が北朝鮮の行動を非難し、対話に乗り出すよう圧力をかけるべきだと訴えました。韓国政府もまた、韓米連合防衛体制の下で北朝鮮のこのような活動について中止し、いかなる挑発にも圧倒的に対応できる能力と体制を維持することを強調しました。全ての国は宇宙で作戦を遂行する権利を持っていますが、北朝鮮が宇宙発射を含む弾道ミサイル技術を使用することは特に禁止されており、多くの国連安保理決議に対する明白な違反です。北朝鮮の衛星発射が国際社会によって禁止されているのは、衛星発射と本質的に同じ弾道ミサイル発射技術を軍事的に悪用してきたからです。国際社会は北朝鮮の継続的なミサイル発射を非難し、より強力な制裁と外交的圧力を通じて北朝鮮の軍事的挑発を抑制する必要性を強調しています。